報、今夏リバプール加入のキエイザ、直近4戦ベンチ外で今冬イタリア復帰報道。イタリアカルチョメルカートによると、リバプールのフェデリコ・キエイザは今冬の移籍市場でレンタル移籍の可能性が浮上しているという。同メディアによると、リバプールでもコンディション不良でまだ十分な出場機会を得られていないキエイザは自身の調子を取り戻すために今冬でのレンタル移籍を希望しているとのこと。現時点での移籍先にはセリエ A の AC ミラン、ローマ、インテルなどが候補に上がっているようだ。あの怪我がなけらな。ドリブラーにとっては十字靭帯靭帯の損傷はその後のキャリアに大きな影を落とすよな。さすがにないやろ。スロット本人が電話して勧誘してるのに。前回のユーロでイタリアの優勝に大きく貢献し、イタリアの新エース誕生だと思っただけにフェデリコにはこの苦難を乗り越えてかつてのパフォーマンスをなんとか取り戻してほしいね。まあキエイザが怪我で試合出れないのはリバプールフロント以外は分かってた。コンディション調整でのレンタルを受け入れてくれるクラブあればいいけどね。ほっとすれば活躍しそうな感じだったし、プレミア仕様になるまでスロットにお任せやね。選手魔改造の名手だから期待してます。キエイザに関してはスロットの話を鑑みるに数週間とかのレベルじゃないっぽいね。なんなら今シーズンはまるまるコンディション調整みたいになってもおかしくないかも。レンタル移籍しても普通に怪我で出れなそう。仮にイタリアでコンディション調整できたとしても、プレミア復帰してまたすぐに怪我しそう。スロットのもとゆっくり調整していくのがいいと思うけどね。キエイザは気長に待つしかないな。万全になれば確実に活躍してくれるから。